セパ交流戦、西武 8-9 阪神、3回戦、阪神2勝1敗、30日、メットライフ、誰より実績がある男が、こんなにも1打席、1球に胸を焦がしている。糸井が乱戦の火蓋を切り、暴れ続けた。スタメン出場3戦3連発の豪快先制ツーラン。近大の後輩、D1 位、佐藤輝さながらに両手の人差し指を天に向けながら、圧巻のダイヤモンド一周だ。テルポーズ、やってやろうかなと思っていた、テルポーズ。もし打てたらやってやろうかなと思っていたので、よかったです。28日に3本塁打を放った後輩が、9回に決勝スリーランを放った瞬間に見せたポーズを早速拝借。ベンチでのハイタッチ後のカメラへのポーズでは、佐藤輝の Z ポーズから、さらに多めにギュギュギュッと何かを書く仕草を見せ、白い歯を輝かせた。0対0の2回1死3塁で、いきなり大きな2点を刻んだ。7番 DH で13試合ぶり先発、7番 DH でロハスに代わって起用され、13試合ぶりに巡ってきたスタメンだった。29日の0-1で迎えた7回西の絶好機は、代打で宮川の150キロ超のまっすぐに屈した。それだけに、昨日、満塁で三振した鬱憤を晴らそうと気合入ってました、と、超人、モードだった。ここまでの先発出場は4番、大山の不在に、外国人枠の都合などが重なった2試合、5月7、9日の DeNA 戦、横浜に限られていたが、その中でも2戦とも本塁打を放ってきた。2度目のマルチ安打に7回には義比も放って3打点。西球も選んだ。先発すれば打率556、9打数5安打。最高の準備を続ける39歳に、矢野監督も、下位打線からチャンスを作れるというのも大きい、と感服だ。原口の行動を観察。1打席にかけるベンチで声も出せば、降板してくる投手のお尻も叩く。そして、裏では1打席に向けすべてをかける、今はグッチ、原口の行動観察をしている。神様の1打席というのは難しいので、あいつがどういう行動をしているのか、すごい観察しています。後輩からでも、吸収できるものはすべて吸収する。これまでに経験がない役割を担っても、最高の糸井嘉男であり続けるためだ、勝ったことが一番ですね、絶対に頂点に立ちたいので。いい選手がスタート、先発、でいるので、自分の役割をしっかり理解して、チームへの愛が、口をつく。そんな超人がいてくれる喜びを感じているのは、チームの方だ、長友貴介、試合結果へプロ野球日程へ。